はい、どうさん、こんにちは、なおです、今回なんですが、はい、フォンダンシークレットレアベジットブルー使っていきたいと思います。さあ、これなんですけどね、あの最初、まあ、イラストね、めちゃめちゃいいなって思ったんですけど、イラストだけじゃない、こいつは性能が化け物です。アタッカーにするとチェンジアクションが発生する、まあ、3悟空と同じやつだね。で、成功でパワーと戦闘力上昇率が映像6倍っていうことなんですけど、あのさ、インフレがね、進みすぎて、見てこれパワー3万9000とかいってんだよ。で、あとは必殺ダメージ4倍とかいろいろ持ってるんですけど、そうですね、まあなんか1回だけそのね、与えるダメージと記録将棋の戦闘力上昇率永続で半減とか持ってて、守りもできちゃうんですよ。で、先行取りたいんで、まあ、まがまがしいブロリーかなと思ってて、あとはまあガード無効とか適当に入れてます。さあ、グラフィックが新しくなってて、半端じゃないぜ。おお、めちゃくちゃかっこいい。見て、通常ベジットでこのかっこよさですよ。で、今回まあここでね、パワーを上げ上げして、そこからのね、6倍狙っていきたいと思ってます。まあ尋常じゃないくらいね、パワーは上がると思うんでね、楽しみですね。どれぐらいなんだろう。だってこれさ、何もなしで3万9000だっけ。そしたら多分ね、簡単に10万は超えんじゃないかなと。あ、しまった、アプリ3だったな。まあいいや、まあ、2キルすれば関係ないでしょうというところですけども、いや、これはやばいよ。もう性能お化けですよ。ちなみにイラストかね、こんな感じです。こいつがベジットブルーで、後ろに悟空とベジータが映ってて、もう完全にね、あのザマス編の、ベジットっていうことなんですけど、いや、これはやばいね。ゴジータ4となんか似たようなイラストできたね、これ。確かあのゴジータ4もね、後ろに悟空ベジータ映ってたと思うんだけど、いや、こういうタイプのイラストいいですよね、ほんと。あー、まあベジットゼノいるから、ウルトラゴッドはちょっと、あー、使えないな。破壊神もいるのか。いや、これちょっと短期決戦狙っていかないときつそうだね。で、ベジータが多分軽減消しのやつなんでね、まあザマスが消されちゃうかなとか。まあでも悟空炎は刺さんのか。で、超ハーツ、いや、めんどくさいなそれ。エナジー4個、あー、ちょっと微妙っすね。まあ、とりあえずベジットブルー、あ、またキーソードないのか。キーソードはない。まあこれでいいかな、普通に。あー、そうだね、パワー、あ、でも待てよ、これベジブルってあれか、パワーを上げるだけ上げてからチェンジさせてもありなのか。あー、でも6倍早く決めた方がいいから、まあ普通に突っ込んだ方がいいか。てかこれ今思ったけど、記録回復が腎臓しかいないっていうね。まあいいやいいや、とりあえずこの地点でもパワー尋常じゃないぐらい上がると思うんですけど、1万4000でしょ。で、トランクスと込みで2万ぐらい上がってるから、2万6500の、まあ、3万いかないぐらいですね。パワーだいたい3万いかないぐらい。え、でもそしたらさ、18万とかになっちゃうね。パワー18万ぐらいになっちゃうんだけど。で、これはなんだ？ん？あー、ゴレンね。うん、ゴレン。まあ、ジーレンちょっと怖いですけど、ベジットで半減なんで、まあ、そんな食らないでしょう。はい、破壊神下げてますね。いや、これ、えぐっそうだな、ベジット、マジで。よし、レベルアップしたぞ。いいねいいね、固定ないからさ関係ないんだ。でもこれやばくない。うわ、やば、それか。おお、それね、それね、なるほどなるほど。あ、これがやりたかったのか。激かっこいいんだけど。
いや、いいっすね。演出がいいっすね。あ、ちなみにザマス入ってるからまあちょっとね、性能もそうなんですけど、あれも意識してザマスにしてみました。見栄えも意識して。うわ、いいね、ベジットブルー。しかもチェンジでさ、大成功したから記録全回復なんだ。全回復の戦闘力6倍、まあやばいでしょ。てか待って、これスイッチ悟空いんのかよ、またもう。まあ相手2位アプリなんで、ちょっとやっときますか、これね。で、こっからその気力回復が相手あんまいない気がするから、まあ、3ラウンドで先行取れればいい。むしろ次で倒せれば倒したいんだけど、ガード上げがいない。おー、交代決。はい。お、あんま食らってない。お、あ、そっか、半減。てか相手のベジータがさ、あの UR じゃなかった、あれ多分領域じゃないかなって思うんだけど。そしてブロリーの一撃が次怖いっすね。まあエナジーさえ溜めさせなきゃいいから、なんかアプリで妨害するか適当に。これジレンとベジットが出てればね、戦闘力常にその1万とか出してくれるので、そうなったら腎臓がね、どん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 こう記録回復してくれるんですよ。だからそれは放置でいいかなっていう感じ。だからブロリーでマジで全部持ってかれるっていうパターンが意外とあるんで、それが怖いかな。あ、てか思った、これ大丈夫じゃん。だって敵チーム全員の与えるダメージと戦闘力上昇率が永続で半減してるから、あ、そんなに怖くないね。そしたら、はい、来た。なんかここまで怖くないブロリーってなかなか珍しいんじゃない。で、破壊神がちょっと怖いかなっていう感じですね。あとはね、まあ、体力持ってかれちゃうんでね、アビリティで。ちょっとここ控えめでいきたいと思います。まあ、正直そうだね、3枚以上出しちゃうとあれなんだよね、破壊神のアビリティが外すんだよね。まあ控えめだったら別にね、3枚とかだったらいいとは思うんですけど、まあ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 2枚出しかな。2枚ぐらいがいいね。ベジット1枚出してもいいんじゃない？うわ、すごい。うわ、すっげえ。1万8000だって。えぐ。これで1万8000だね。やば。腎臓も出しちゃう。多分あれがあるはずなんだよね。うん、あれがあるはずなんで。あー、ゴッドフィニッシュなのかな、これって必殺技。あ、ファイナルだ、ファイナルカメハメハだ。てかこれ倒せんじゃない？どうも？倒せるんだったら別に倒しちゃってもいいんだけど。まあでも尺がなーって感じだよね。ちょっと遊びますか。とかやって負けたら嫌だけどね。ベジット抑え目にする？あー、でも先行取った方がいい。1万4000。で余裕で先行取れると。よし、あ、手に出て。バトルアプリ効果発動。まあ、ただこっちはこっちで一応防御をね、固くしてみたんですけども、 45% 軽減、さらに気力ダメージ無効なんで、まあ、これがね、結構いいかなっていう。あ、でも待てよ、これよくよく考えたらベジータがさ、あの領域の可能性高いんだよな。あー、領域だったらめんどくさい。やったな、強者領域かな、あいつ。まあまあ先行は余裕でしょ。まあ記録回復も熱いんですけど、強者領域だったらめんどくさいな、ベジータ。うわ、これ畳みかけに行けばよかった。ちょっと失敗したわ、もっと出せばよかったね。なんで3枚出ししたんだろう
破壊神ちょっと恐れすぎたなマジ。これベジットの記録ねゼロになっちゃうとねまずいよ。よし敵チームのタイムブレーキ。でも相手も相手でさ、あ記録そんなないわ次。あーやっぱそうだやっぱそうだ、もうベジータもうやだ、お前どうせベジット引くんでしょ。ベジット引くんだよこういう時にさ、これなんだよねまあ結局ねこれベジット引かれても引かれなくても身勝手でねセーブされちゃうからめんどくさいんですよ。ほら来たバカじゃん。いやいやいや、おかしい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 、なんでいつも主役キャラばっか止めんのマジで。フリーズアタックってさおかしくない、ほんとブロックバンストじゃないんだから。うーわありえないマジで、冷める。あーもうやだ、もうボツにしたい。これボツですねボツだねもうこれ。もうなんで毎回ベジットっていうかもうなんか主役ばっか止めんだもん。あちなみにこれアビリティ止まったところで、あのもうベジットってアビリティ全部使い果たしてるんですよ。なのでキーソードロックで、まあ、封じられても大丈夫ですね。てか思ったんだけどこれさ1回限りだから必殺ダメージ4、あでも違うな、んこれ どういうこと、ちょっと待って、んこれさ上のアビリティが1回限りって意味じゃないよね。え、さらにだからこれ1回、あ、これさ逃しちゃうともう発動しないのかもね、わかんないこれどっち。ベジットのアビリティがこれ癖があって、1回限りの発動なんだけど、これ戦闘力アートに勝利してると必殺ダメージ4倍って、これ多分もう発動しちゃったから狙えないよね。なるほど、まあ、ちょっと使いづらいですねそう考えると。はい、次先行がちょっと危うい、相手が多分1、2の3、1万2000円ぐらい出るんだよね。1万2000、まあちょっときついけどとりあえずダブル打っちゃおうか。さあこれも結構早いんじゃないですかね、パワーめちゃめちゃ上がってるから。はい、4200ダメージ、で領域と。うわーこれ失敗した、マジで悟空とか出さなくてよかった本当。だったら12000、えこっちいくつ出るの。2人3人出したか、12345 3412、あれ待って、あれ先行取れない、うわーこれ先行取れないかも。こっち多分だけど次12000ですね、で相手も12000なんだ、つまり、まあ、クイックバトルにはなっちゃうかな。そうだよね合ってるよね、123で9000だから多分そういうことだと思うんだけど、うわどうするこれ。まあ先行取られたらきついな正直かなりきつい。 OKまあ、ここはね、極炎とね、45% 減が合わさってるから、まあ、かなり硬い。それでも200ダメージか。さあ、ここは受けましょうはい、ここもったいないから、はい、受けまして、で、ブロリーは止める。あいつはちょっと固定ダメージ怖いかなっていうのがあるかね。はい、20ダメージ、うん、ここはいいんだよ。次がちょっと怖いかな、まあ、一応クイック狙いに行きます。あーまあやっぱりね絶対食らうと思ったそれは、うん、大体自分ブロリー食らうから大体食らうんで、まあ、45% 減の保証をつけといてよかったねこれ。いや多分次相手ね1万2000だと思うんだけど、防御チャージインパクトに勝利して
わ強いって。もうあ固定だ、固定がついてるから。いやー、嘘だー、絶対嘘、それは嘘すぎ。いや、ありえないって、ブローリーの火力も本当にさ、なんであんなにダメージ下げてんのにさ。いやー、おかしいって、ブローリーマジおかしいって。本当にあいつのね、なんかあれがもうおかしいですね、火力が。おい、破壊神出してないよ、どういうこと。なんでだ。まあ、こっちはブロリーなんですけど、破壊神はなんで、なんか知んないけど固くのに出してこないんですよね、一体なぜだ。まあ、これ先行だよね多分。あーだよね。まあ謎だけど、まあそれはそれで助かるかな。あ、よくよく考えたらそうだね、これで半分なってたね、パワー。でも半分でも多分10万ぐらい回るからすごいね。そう考えると、ほらベジット今発動しなかったじゃん。あー、まあ今は封印されてるからっていうのなんだけど、なんていうの、その1回限り、1回限りの発動だから、1回それ逃しちゃうとね、ダメなんだよ。ああ、ありがとう、それはめっちゃナイス、多分気使ってくれた感じだね、相手ね。いやー、こういうの助かるよね、本当に。こうなんか必殺技を見たいなっていうのを察知してくれてね、ノーチャージ。まあここどうせ戦しか食らわないじゃん。いやー、助かりますね。パリー。さあ、じゃあ新グラフィックのファイナルカメハメハ行きましょう。おお、いいね。まあ、完全にあれだね、アニメのファイナルカメハメハだね。ちょっとこれさ、最高の瞬間集めにいいかもしれないね。ザマス合体、異形の神を相手にね、ちょっとそれやりますか。いや、いいねいいね、必殺技も凝ってるし、性能が化け物です。これ必殺ダメージ4倍は確かにね、逃しやすいんですけど、まあそれ決まった時ほぼワンパンだし、なんといってもね、戦闘力パワー6倍が永続っていうのと、あとあれだ、与えるダメージとか戦闘力上昇率が、あ、そうだ思い出した、戦闘力上昇率相手半分だからさ、あれだね、クイックなしでもまあ普通に先行が取れたっていう感じだね。さっきなんか永続効果とそのラウンド限りの効果で分かれてるんだけど、まあどっちも優秀だし、アイオスユニットいたらね、このチェンジを2ラウンド目とか3ラウンド目に発動すればいいんだよね。まあ、つまりそのね、相手がユニットを使った後にベジットをこう出しちゃえば、まあ、OK と、ね、6倍は戻されることがないという感じだったりとか、まあ、今回でいうとね、トランクスゼノや元気玉悟空との相性がいいと。ところで、まあ、かなり使いやすい、うん、かなり使いやすい印象です。はい、じゃあ、まあこれは行きましたね。はい、ゾーン、うん、まあ58、あ、まあ元気玉へ行ったかな。はい、なんだこれ、なにこれ、ちょっとあれ、なんかオフラインになっちゃったんだけど。はい、じゃあ最後は7倍でフィニッシュという感じですね。まあ、結構快勝だったんじゃない今回は。はい、これの火力もやばくて、ほら1万4000だって。まあ元気玉ってね、軽減とかガードにかなりね左右されちゃって、そのダメージね3000とかしか出ない時があるんだよね。7倍でもさ5000いかない時とか、まあ、あるんですけど、まあ安定はしないもののね、こう急所をつけば何万ダメージとかね飛ばせるんで、やっぱこの悟空も強いですね。
はい、ということで今回はね、コンダのシークレットレアのベジットブルーを使ってみました。そうですね、まあ、かなり性能としては使いやすかったってのと、あのダメージ半減が何気強い、これがあるおかげで、あのね、あの時の海王神のカゴみたいな感じることができたりとか、まあね、軽減じゃないからね、無効化もねちょっとされづらいのかなっていうところで、まあ、無条件に近い効果でこれは強いんじゃないかなというところと、あとはまあ先行取った時に4倍はまあ決まりづらいですけど、これでね先行取ってね技打つと4倍のねエナジーゼロにできたりとかできるんで、まあ結構ぶっ壊れの部類には入るんじゃないかな。はい、ということでね、今回の動画もしよろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。